はい、最後の分岐にやってまいりました。これでね、なんかわからんのだけど、時間切れになると別のルートに行くっていう風に攻略に書いてあったんですよ。あのネタバレになるんで A ルートか B ルートっていう感じの書き方しかされてなかったんですけど、このまま引き出したりとか討論とかをさせて失敗して時間を経過させると、あの別のルートに行くっていう情報が私の目に飛び込んできましたので、ちょっとそれをやってみようかなと思うんです。ちょっと無駄に引き出していこうか。本物の人間は性格も変わっていくし記憶も増える。人工知能もアップデートする必要があるはずだが、誘拐犯はいつアップデートを行ってたんだろうね。そういえばノエルが言ってました。記憶は半年ごとに、性格は3年ごとにアップデートしていると。そうか。ただ記憶だけは1日あれば最新にできるとも言ってました。1日ね。モニターを破壊した記憶がないのは、壊してから1日も経たずに嘘のまで入れ替わったから。そうか、確かにそういうことになる。けど、あ？けど、それだけじゃ決め手に欠ける。さあ、人間を完全に複製するなんて不可能だ。絶対にどこかで差が生まれる。そのわずかな違いに私が気づけないわけないじゃない。落ち着いてください。確かに私は2年半刑務所の中よ。レコと一切関わってないわ。再会して優しくなったなとか、ちょっと変わったなって思ったわよ。でもね、ここ数日見てて思ったの、やっぱり変わらない。レコはレコのままだってね。そのレコを偽物ですって笑わせるんじゃないわよ。アリスさんは完全に本物だと信じきってる。時が進んだ。え、まだ時間あるのか。ちょっと嫌だな、じわじわ。もしそこのレコさんが偽物なら、三島さんの人工知能と同じくみんなとの記憶がないのでは。そういえばノエルは三島先生の人工知能に最新の記憶、つまり死の記憶をアップデートしたらしい。エラーが起きて三島先生の人工知能はバグったと言っていた。三島先生の人工知能はどうなってしまったんでしょうか。わからない。だがおそらく記憶を消したんだ。エラーを消すために。そうだったんですね。でもカンナたちと出会った時はなぜ自然に死を受け入れて。ナオさんの前だったからでしょうか。かもしれないな。あー、時間切れ。まもなく2本目の毒矢が発射されます。あー、間に合わなかったみたいだね。もうやめてください。ゴー。もう嫌だよ。4。私が代わりに受けます、ノエルさん。ダメだ、それじゃ最悪の場合2人が。つーか、そんな自由認められないっつーの。権利があるのは九太郎さんだけだよね。3。九太郎さん、お願い、しまい。2。え、ほんと、あ、え、この B ルートって銀くん死亡ルートとか言わないよね。え、だったら、やだよ。1。お、す、やめろ、Q太郎。スイッチ、押す。0。の、の。あれ？結局ガキンチョに命中か。スイッチ押せてないよ、キュー太郎さん。腕が動かねえ。もう
て、お願いだから。ノエル、このアトラクションはいつになったら終わる？ん？誰かが犠牲になったら、だよ。九太郎か、サンバカ娘か、あるいは毒針が全部発射されきれば、終わるよ。サラちゃん、医務室に解毒薬がある。解毒薬？陸刀オオサソリの毒。ノエルはそう言った。見たところかなり遅効性の毒だ。医務室で確かに見た。同じサソリに対する解毒薬。早めにアトラクションを終了する方法さえあれば。治療が間に合うかもって。すごいこと考えるね。君にかかってるよ、サラちゃん。私は、諦めません。え、ちょっと待って、どうすって。え、これでまだ時間切れを目指さなきゃいけないの？ちょっと待ってくれ。でも、確かに私と先生は出会って4年程度の付き合いでした。本物との細かい違いについては、わからなかったかもしれません。うん。お願いしたいこと、大切なものについて聞こう。あなたにとって大切なものを聞きたいです。大切なもの？正直に言えばいいんだな。はい。音楽さ、そのためにいろいろなものを捨てた。足を引っ張るやつも切った。泣いて謝るバンドメンバーを足毛にしたこともあったさ。それだけ本気だったんだ。音楽に対してだけは後悔なんてしない。まっすぐと私を見ている。嘘をついているようにはとても見えない。時が進んだ。兄についての記憶じゃなくて質問しよう。兄、つまりアリスさんはあなたにとってどんな存在なのか教えてください。アリス？アリスはもう兄貴じゃねえ。俺たちは赤の他人だ。そう宣言する手紙を服役中のアリスへ送った。今でもわからねえ、なんでアリスが人を殺したのか。被害者を調べることすらできなかった。なんでだろうな。調べてしまえばアリスの罪が現実として認めるしかなくなるからだったのかもしれねえ。出来の悪い兄貴だとは思ってたけど、嫌いじゃなかったんだ。アリスさんに対する複雑な心を感じる。本当に私の理屈は合っているのか。これまでの記憶について聞く。これまでの記憶、それを教えてください。記憶だな。そうだな。ここに拉致された時は見知らぬ部屋で目が覚めて、最初の試練ってやつをやらされて、三島が死んだこと、ナオンがショックを受けて大変なことになっちまったこと、全部覚えてるよ。そしてこれまでに起きたデスゲーム内のことをつらつらと話し続けた。全部合っている。唯一モニターを破壊した記憶以外は。どうだ、もっと過去の記憶まで話せばサラの気も収まるか。ダメだ、これ以上の思い出を語らせても時間が足りないだけだ。あー、これかー。さあ、3本目の注射の時間そろそろだよ。いや、銀くん2本までしか耐えられないって言ってたじゃん。ちょっと待って、これ銀くん死亡ルートか。やだ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 、ダメダメダメ。こらえてくれ、銀。そうだ、てめえらにいいことを教えてあげるよ。注射の毒、実は5本とも濃度が違うんだ。何？後半の注射ほど毒が濃くなってるんだ。1本目と2本目を耐えられたのは、それが理由さ。そんな。断言できるよ。その子。三本目で治療さ。
最後のチャンス、頑張りな。やだぜ。ちょっと待ってよ。歌を歌ってもらおう。歌を歌ってもらうけれども、いやまだ続くんか。ちょっと勘弁してくれよ。これでクイズを外れば時間すぎる。熱さらで何よ。あと聞くね。やだやだやだ、時進ませるのもう嫌だ。銀くんやめて。まもなく3本目の毒矢が発射されます。ああ残念、これでサブゲームも終わりだね。銀くん残念だったね。みんな君を見殺しにするみたいだよ。お願いやめて、私に変わらせて。ゴー、助け、キュン太郎さん。4、誰か。3、何もできない、ただ見ていることしか。2、お母さん。九太郎さんの顔つきが。1、親か。スイッチが押されました。九太郎さん。標的を最優秀者に切り替えます。すまねえ。一本目から押してりゃ、こんな怖い目には。九太郎さん、二人とも耐えるんだ、すぐに解毒薬を。私たちが乗っていた干渉石がゆっくりと地上へ戻った。そんな、こんなことって。二人ともしっかりして、お願い。銀、死ぬんじゃねえ。お前さん、親がいるんだろ。ギン。サラちゃん、レコちゃんを探しに行きましょう。無理だよ、二人を放っておいていけない。おまわりさんがきっと解毒薬を持ってきてくれます。私たちがすべきことをするんです。だって銀はこんなに衰弱して、九太郎さんだって。行くんです、サラさん。そして私は手を引っ張られながら部屋を後にした。すまねえな、ノオレ。ポップアップ、邪魔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 。あれは遅かったね。ようこそ嘘の前、セッティングバッチリだよ。
え、もうなんかもう扉開いてなかった？ちょっと待って。は？レコさん！なんだよこいつ！私とそっくりじゃねえか！本当に言った。じゃあ俺は、マジで複製、なのか。そうだね、俺って言ってる右のレコさんが偽物だよね。あれ、あっさり白状しちゃうのか。つまんないね。クイズしようと思ってたのに。なんだと？ねえ、ドッペルゲンガーって知ってる？知らない場所で自分が目撃されたり、あるいはもう一人の自分と遭遇したり。ある国では、そんな現象を死の予兆って考えてるらしいよ。言い終わると同時に、どこかから音が鳴り出した。なんだよ。なんで私の首輪が鳴り始めて。俺の首輪も、は？はははは、始まったね。ノエル、これはどういうことだ？だから、ドッペルゲンガーだよ。ヤブサメレコは、二人もいらない。生き残るのは一人でいいってね。そんな、嘘だろ！こんなの卑怯じゃねえか！が、外しやがれ首輪を！あの首輪はどんなタイプの死に方になってるかな？見るのが楽しみだね。もうやめて！ノエル！サンバカ娘は本当に仲がいいな。じゃあ選ばせてあげるよ。救いたい方を。え？好きな方を救えばいいよ。どっちも選ばなかったら両方死んじゃうしね。ひどい。私たちは銀を見捨ててまで偽物のレコさんの命を守ったんだ。なのに、また命を天秤にかけるのか。もう、嫌だ。なんか勘違いしてない？え？自分中心に考えちゃダメだよ、地動員サラ。俺が選ばせてあげるって言ったのは、絵心な。てめえに選んでもらうからな。私？ふざけんな！そんなの本物を選ぶに決まってるじゃねえか！ああ、文句多くてめんどくさいな。特別サービスね。これ使えば？ノエルは何かを床に落とした。あれは、カイさんが自害に使った包丁だ。包丁？もらった！右のレコは包丁を手にした。なお、痛い目を見たくないなら俺を選べ！な！俺は本気だ！脅かしじゃねえ！死ぬくらいなら、なおだけじゃねえ！サラ、お前も道連れに！あなたに、そんなことはできません。だって、レコちゃんのコピーだから。短い時間でしたが、わかります。友達を傷つけることなんて、できないんです。だから、ごめんなさい。私もレコちゃんが友達だから、救わないといけないんです。やめ。私が、救いたいのは、左の、ああ！え？そうだ。レコちゃん！レコちゃん！
殺した。殺してやったぜ。勝った。俺は生き残ったんだ。なんでだ。なんで首輪が鳴り止まない。あれおかしいね。なおに選ばれなかったからじゃない。はじめっから偽物の俺を生かす気なんかなかったんだろう。爆発タイプだったか。シンプルイズベストだね。何よこれ。なんで猫がこんな状態になってるのよ。目を覚ましなさいよ。なおサラン、説明しなさいよ。猫さんはもう何を言って。ああ死に目に会いに来ないなんて身内としてどうなんだろうね。嘘よ、猫が死ぬなんてありえない。あんなに血が出てるんだよ、分かってるくせに。これは偽物の猫の血でしょ。騙されないわ。偽物は血なんか出ないよ。ほら、そっちに倒れてる顔がない猫が偽物だよ。違う。信じないわ。猫は、私なんかよりずっと強くて、強運で、憎たらしくて、生きる価値のある、人間だもの。たった一人の、私の、妹。ゴミだよ。ただの死体じゃん。返してよ。猫を返してよ。怖いよアリス。殺す。あんただけは。フロアマスターを殺すとお前らみんな死んじゃうんだけどな。仕方ない、てめえも殺すしかなさそうだね。え？銃？なんで？過ぎた真似をするな、整える。お前はもう必要ない。こういうルートになっちゃうのか。猫さんが死ぬのかよ。あー、言ってたこと現実になっちゃった。いやー、どっちかがいなくなる気がするって。なんでこういうのだけ当たるんだよ。父さん、なんで。何が、どうなってんのよ。早く直してよ、父さん。残念だが、ここでお別れだ、整える。何言ってんだよ、嫌だ。俺のこと嫌いになっちゃったのかよ。俺は父さんの最高傑作だったんじゃなかったの。過去の話だ。お前は私が作った人形の中で最も人間に近かった。なぜだと思う。それは父さんの愛情を一番に。違う、嫉妬心だ。お前の感情プログラムには
人間への過剰な劣等感や憎しみを植え付けた。人間はいいな。人間が羨ましい。なぜ自分は人形なんだ。人間の何が偉いんだと。絶対に覆せないコンプレックスを持ち、嫉妬に燃えたお前は、まさに人間に値した。負の感情こそが人間を作るのだと確信したよ。そんな、だが、嫉妬の炎が強すぎれば、モンスターへと変貌してしまうのは人間も同じだ。お前は計画の邪魔だ。失敗作が。さて、皆様お見苦しいところを失礼しました。これから再び、メインゲームにご招待します。今回はすでに、皆様の持つタブレットに、鍵盤身代わり、賢者平民、各種カードデータを振り分けました。無作為ですが、役職が気に入らないこともあるかと思います。そんな時は役職カードを強制的に他者と交換できるチェンジ機能を活用すると良いでしょう。ただし、チェンジ機能は皆様が獲得したマイメダルを使用しないと利用できません。ここまで集めた信頼のメダルが勝負を分かつことになるのです。何なのよ！あんたたち一体！私は受付人形。いえ、面倒な設定は抜きにしましょう。佐藤画集。負の感情を研究する研究者です。さあ、メインゲームを始めましょう。起きたか。よかった、二人は助かるんだな。いやでもレコさん、死ぬかと思ったにゃ。すまん、俺はスイッチを押してくれたわ。違う、ギリギリまで迷っちまった。別にいいにゃ、生きてるわ。銀、ありがとな。うん、ありがとう。や、君が死ね、多数決デスゲーム第2章前編終。以上にルート分岐するんだな。え、これちょっ、え、アリスさんがいないルートとレコさんがいないルート、二つのルートがあるってこと？ちょっと待ってよ、これどうすんの。マジ？え、そうなんだ。え、どっちのルートで進めればいいんだよ私。うわ、全部のルート見たいけどさ。これ、どうなるの？ってことで、2章前編の全ルート攻略いたしました。次回から2章後編になりますが、ちょっと次回までどっちのルートで進むか悩ませてください。一応ね、自分が選んだ選択肢としては、レコさんが生存するルートになってたので、今のところはレコさん生存ルートでやる予定です。どうしよう。これ、アリスさん生存ルートとかも、話が全然変わってくるんだったらやりたくなっちゃうけどさ。すごいね、このゲーム。え、無料でいいの？うわー、もうますますちょっともう引き込まれてるわ。ってことで、また次回第2章後編でお会いしましょう。お疲れ様でした。またね。
Thank you.